プリコットピンクホワイトの発色です。いいんですけど全部英語やんか。もう全然思い切らないんですけど、色が思い浮かばない。もう難しい色なんですけど。ということはやっぱり茨城空港に来て見ていただく、はい、で、 できれば乗っていただくってことですよね。はい、とても色鮮やかな飛行機が、どの飛行機が来るのか楽しみですね。うん、はい、現在高松、小松、沖、岡山への運航を予定しています。高松と小松と沖ノ島と、あと桃が美味しい岡山、きびだんごが美味しい岡山。岡山、はい、岡山好きなんですか？好きです。はい、はい、じゃあすいません、私からは台湾プログラムチャーター便が就航するということでご紹介をさせていただきます。台湾プログラムチャーター便、3月26日から10月25日までの7ヶ月間茨城と台北を結ぶプログラムチャーター便が運航されることになりました。台湾は気軽に行ける海外旅行先として大変人気の観光地となっております。親日も多い、台湾人、みんな優しいので、ぜひ、皆さん台湾に行ってみてほしいなと思っております。ぜひ茨城空港から台湾への旅をお楽しみください。よろしくお願いします。陽子さん、もしかして私も台湾に行きますとか言わないんですよね？あ、行きたいんですけど。あ、よかった。大使さんだけ行っといて、沖縄で。そう、行きたいんですけど、なかなか本当に近いのでね、うん、あんなに近いし、しかも安い、茨城空港だとだいぶ安いので行きたいんですけど、なかなか。はいはいはい。はい。だから、食べ物に回すお金を少し貯金すればいけるのよ。そうなんですよ。食べ物に一番かかってる。台湾は美味しいよ。何でも美味しい、本当に。ヤムチャとかね、美味しいものいっぱいあるし、はい、あと空港にいらした方は目にされたと思うんですが、提灯がついてたでしょ。ついてました、赤い、うん、はい、あれはね、9分7分、8分、9分の9分いや、そうなんだよ、9分っていう間違うの、昔の炭鉱の街。あ、違うんだ。あるのよ、あるのよ、昔の炭鉱の町なんだけど。そうなんですね。あそこはね、ランタンで、旧正月からあれや、いつもかな、ライトアップされてるんですよ。そうなんですね、うん、すごい。じゃあ綺麗になる。非常上司っていうね、台湾の映画があったんですが、あの舞台になった町でもあるんですけどね。うん、あそこもね、上司は好きですよ。列車でね、30分くらいかな、うん、撮ってみたら、はい、貯金した。はい、私アニメの千と千尋の神隠し大好きなんですけれども、はい、そこが舞台の一つにも、あ、そうそう、一部モチーフを出すから、はい、いただいたみたいです。だから彼も好きなんだと思います。なんだっけ、宮崎駿さん。あ、駿さん、はい、うん、はい、行ってみます。はい、で、まだ言いたくないんだよないや、言いたいですね最後にイベントのご紹介をさせていただきたいと思います。第1回全国ヨーグルトサミット in 御霊ということで、2018年10月20日土曜日と21日の日曜日に四季文化会、四季文化館ミノーレですね、ミノーレにて、開催されます。なんとここではなんかヨーグルト蛇口とか、また手絞りなど気になりますね。はい、あと日本中のヨーグルトが御霊市に集結ということで、ご当地のヨーグルトや100種類のヨーグルトがなんと味わえるそうです。あれどこだっけ、松山空港あれなんか空港にオレンジジュースが出てくる蛇口があるんですよね。ありますね、うん、あるよね。そうだ、茨城空港も御霊にあるから、空港にヨーグルトが出てくる蛇口作ったら、いや、欲しい。私ヨーグルト好きなんですけど、欲しいですね、うちで。欲しいね、はい、でも、ただだと思ってどんどん飲んじゃうかもしれない危険です、ね、まあ、1回100円ぐらい取ればいいんだよね、きっとね。そうですね、そしたら、あ、じゃあこれあの人、誰だっけ、名前忘れたけど、この間ほら会って握手した人、橋本さんの後の人、大井川さん、大井川さんにちょっと言っといた方がいいかもしれない。うん、
ぜひ大島空港、違う、大島空港じゃない、ごめん茨城空港ですね名前まで変えちゃったまた、もう茨城空港やめて、はい、小三島空港もやめて、はい、ヨーグルト空港にしようほら、賛成してる人がいるよ。私は大賛成。酪農の御霊、はい、でもな、鶏卵もあるからな。あ、ヨーグルト、プリンも卵空港からまあいいや、だったら御霊空港でいいのか、ね、とにかくそのヨーグルトが出てくる蛇口を作ってもいいんじゃないかなと思うんですが、はい、実はあの御霊のヨーグルトってあれ金賞かなんか取ったんだよね。あ、そうですね、うん、あれなんだっけ、世界一おいしい